最後にさ、一世のせいでさ、おい、一世のせいでさ、最高に一番自分の中にいらないものを言っていくことで、最高級の。最高級一番いらないもの、一番いらないの、一番いらないの。ちょっと待って、考えるな。今まで言ってきた中ででもいいよ、別に新しく考えてもいいよ、俺はもうあれって決めてるけど。一番いらねえの、一番いらねえもんだよ、本当にマジでいらねえもんか。うん、なんだろう、生物でもいいよ。生物、何でも OK やん。うん、はい、決まった。俺も決まった。あと黒さん待ちだ。一番いられんもんか。あ、いた。ミミックが現れた。ミミック口の中汚ねえぞ。はいはい。決まった黒さん。まあいらねえもんか、まあいい、まあいいよ、別にね、決まってもらった。一世のせいで石村。おい、なんつった？俺生ゴミつった。生ゴミ。黒さんは改札。改札、改札、駅とかで改札あるでしょ。あ、あれか。え、もの使えんだろ。俺なんて石村だぞ。石村何も使えねえじゃん。一番使えねえぞ、山ゴミからぞ。でもほら、カメラ持ってたよね。最高級クズなんだよ。あ、じゃあもう捨てるしかない。通常の石村クズだかもしれない。いや、星野が最後の日同窓会来ないかって言ったら、忙しすぎる、忙しすぎる、てめえと違って忙しすぎるって言ってくる。あ、稼いだ。人生恨んでるやつに送りますよ。星野もそうでしょ。もちろん。どうしよう、これ俺んち来たら。おい、誰だ送ったやつだね。安らかな顔するよ。プルトニウムとなんかどうしよう。あ、プルトニウムだ。キャー、プルトニウム。割とマジでウルトラマン役に立つそう。スペシウム光線が出られるぞ。バーンセ。なるほどね。やるじゃん。プルトニウム、これマジやばい。なんでプルトニウムこんな出てくるんだよ。俺一瞬あんな顔すると思う。神秘の結婚の仲間や変なキャラクター。あれ
早く並べよ、お前、俺の隣だ。肩組むぞ。はい、いいぞ。お？ピース。ピース。もう一回、もう一回。ピース。あ、いい。え、きこ。にこ。きれいになったらしい。おぉ、石村もういいか。おぉ。もういいな。おぉ。俺と野口これからちょっと、ディバリに行くからな。めすげ、大将軍だ。ドゥ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 うるせえぞこの前の席のやつら急に出張りやがったぞさんって、あの高校の時に一緒だった？さあ、知らねえ。それな。うおぉ何が始まってんだよ。ただすっげえ仲いいんだろうなってのは分かる。じゃあ俺ちょっとかしかもかしましくするよ、俺は。ん？女だからかしましくする。まあその調子続けて。いやで、どうします？ご飯にします？お風呂にします？吉光いなかった。吉光横光しかいない。おかしいな。吉光いなかった。横光しかいなかった。横光か。ああ。横光やべえな。ねえねえしてねえねえして。俺金額。俺金額。何そういう。なないよした。なないよした。俺が茶室すげえだろ。言いそうじゃねえ。ななな、んで銀閣って銀閣じゃ銀じゃねえの。俺気にしたんだけど、なな、あれした、なんでお前銀閣建てた。お前が建てた。あれした、
金額買いよ。あと卵焼きよこせ。だな。ねえ吉田、ねえ吉田、俺の金額とお前の金額交換しようぜ。やべえ。俺の金玉とお前の金額交換しようぜ。駐車場はどれだろうな。駐車場はどれだろうな。そこや入れるのかな。これ入れそうだぞ。欲しい平門びっくりしちゃいないかと思って。60分以内300円って書いてあるぞ。そんないないやろ。60分300、1人100円で済むぞ。あ、安い。だから、もうすごい金閣寺駐車場って書いてある。だからいつもの俺の原付のやつじゃんって。でも安いね。混んでると嫌だなって思いながらもさ、一人も観光客いなかったらどうしようと思うよ。しかも気持ちわかる。わかる。時期的にいてもいなくてもおかしくないけど、どうやらちょうど良さそうな量だぞ、ね、まだ始まって間もないからね、学校とかね、いい感じ。もうちょい経ってからでしょ、うん、一番大きいピーク時はね。じゃあ星野さん、はい、ついに来るようできましたね。緊張してきたな。緊張してきたって、緊張おる、緊張なんだ、うん、緊張おる、うん。なんでお前はにこやかに微笑んだの。微笑んだよね今、微笑んだ。緊張、楽しそうだね。ワクワクしてきちゃった。ん、修学旅行、あの6人なんか面白みが消え去った修学旅行。もうね、思い出したくなかったけどね、思い出しちゃった。辛い思い出。ん、あの日あの時あの場所でね、ね、ね、相性バッチリでしょ。相性バッチリ、イエイイエイ。2人とも乾杯されてしまった。イエイ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 、行こうか。うん、うん、何の時間これ、うん、何の時間ですか。 GoPro ビデオストップ。